妊活でいろいろクリニックとか通ったりとかっていう話を聞いてるんですけど、うん、なんかその中で言える範囲でなんか経験談って、うん、経験談、一応私が25歳で結婚して、で最初の2年ぐらいは夫婦の時間を楽しもうねって話してたんだけど、ちょうどまあその2年経った時に私が仕事で独立をして、まあ忙しくなってしまって、でさらにその1年後にうちの夫も会社を辞めて一緒に仕事することになって、でそれから私が営業に回るようになって、もう本当にすごく忙しくなっちゃって、でさらにその2年か3年後ぐらいに法人化して会社を、でまたさらに忙しくなって、でちょっと落ち着いた頃に気づいたんだけど、結婚して7年ぐらい経つのにうちって子供がいなくないって夫婦で気づいて、それまでも薄々気づいてたんだけど、だこれはさすがにやばいでしょと、別に子作りをしないようにしてたわけじゃないのに、子供が今まで7年間いなかったのってちょっとやばいかもねって言って、ちょっと大慌てで私がちょっと産婦人科に行って検査してもらったら排卵してませんと。で次の月に行っても、その次の月に行っても、ちょっと違うセカンドオピニオンみたいな感じで他の病院に行っても排卵してませんって言われて、初めてそこで自分が不妊症ってことを知って、うん、そこから妊活を始めたんだけど、もうちょうどその頃になると結構周りのなんかそれまで飲み友達だった、うん、その夜女子会とかしてお酒飲んでた友達とかがみんな一気に妊娠出産しちゃって、毎月の夜の飲み会がなんか昼の子供子連れランチ会になっちゃって、もう私一人だけ子供いませんみたいな感じで、でもうそれと同時に子供もすっごい欲しくなったし、やっぱそれでも毎月生理が来ちゃって妊娠ができない辛さをすごい味わって、でまあそこから2年か3年くらい経ってやっと妊娠して出産はできたんだけど、なんか今って結構40歳過ぎても出産する芸能人とかいるでしょ、なんかああいうのとかテレビで見ちゃうと、あ今の技術って、今の医療って40過ぎても妊娠ってできるんだって思って、じゃあ私別に焦らなくても30ぐらいまで仕事して、35歳ぐらいで結婚して、37歳ぐらいで第一子産んで、で40歳ぐらいで第二子産もうかなって勝手に計画してる人とか結構いるけど、イメージでね、そうそれはもう計画通り行きませんよっていうね、行く人も多いと思うんですけど、トントン拍子に、じゃあそこで35歳で結婚できました、37歳で妊娠出産しようと思っても、その時に病気が見つかりましたと、子宮内膜症見つかりました、卵巣嚢腫見つかりました、手術しましょうってなった時に、やっぱ何ヶ月か間が空いちゃうので、そっから再開してなかなか妊娠できないってなったら、もうあっという間に40歳になって、やっぱどうしても35歳過ぎると妊娠率って下がっちゃうから、ね、40歳からの妊娠ってすごく難しくなってくると思うのっていうのがあるんだ、あるってことをちゃんとみんなにも知ってもらって、それで今の自分の体が本当に妊娠できるかどうかってことは把握してもらいたいなって思うけど、妊活されてる方とかともいろいろ交流があると聞いてるんですけど、皆さんの悩みっていうのはどんなとこが多いですかね。まず妊活してる人の悩みで一つが、旦那さんが協力的じゃないってところ。やっぱり自然妊娠にしても、まあ人工授精体外受精にしても、まあ基本的には旦那さんの精子と自分の卵子がないと妊娠はできないので、それに協力してくれないってことは一人では妊娠出産できない、妊娠できないから、不妊の原因の約半数が男性にはあるって分かってるんだけど、男性としてはあんまりそこに自分に意識を持ってくれないっていう人、不妊の理由は男性にあるって言われてるんですか、約半数が男性にある。それもでも男性は変えられるんですか、男性の治療ができる、その元気がないとか程度、数が少ない程度だったら治療っていうか、まあ自分の体質改善とか健康的な生活とか食事に気をつけるとかでだんだん変わっていくことはあるかもしれない。やっぱり男性もそういう生活リズムとか、やっぱりストレスためないとか、そういうことをしてないと良くない。そうだね、男性も、2人でなんか健康になって前向きにトライしていくっていうことが大事。そうなんだけど、まあ実際にはほとんど女性が頑張ってることが多いかな。女性に原因がないのになぜか女性がクリニックに行って検査したり注射されたりとか、なんかもう嫌な思いも。じゃあそれでやっぱり女性の方がいろいろ
まあ、言ってしまうと悩んでストレスが溜まっちゃってっていう人もそうそうそう多い。そういうのも、うん、それで旦那さんと喧嘩しちゃったりっていうのも多いから、うん、パートナーの方のもう仕事の忙しいとか、うん、そこはね変えられないかもしれないけど、うん、そういうちょっと不安ある人はあのレナさんにツイートすると多分リプくれる。そうそうですね。必ずリプライはするので、ねうんうんねうん、前向きにね、うん、なんかこう少しでもなんか明るい気持ちでね、うん、なったらいいのかもしれないですね、うん、他あります？あとね、やっぱり多いのがその働いてる人、仕事してる人とかだと、うん、不妊治療のクリニックでも産婦人科でも病院だから普通の夕方には終わっちゃう、うんうんうん、ってなると仕事を終えてから行くのが難しくて間に合わない。そう、間に合わない、間に合わないし、うんうんうん、まあ、仕事抜けて行ったりとか、うんうん、仕事休んだり遅刻して行くのもできるけど、何せ多いから治療の回数って、うんうんうん、で月に何回もそんな感じで会社をね、うんうん、早退したりとか、うんうん、遅刻したりとかしてたらさすがになんか上司に言われるでしょう、うん、だけどこれがまあ妊娠してるならまだ言えるでしょう。だけど妊活っていうまだね、うんうん、まだまだ世の中の理解が少ないことに対して、まあ、上司がどういう人なのかわからないけど、うんうんうん、今ちょっと不妊治療で、そっか、なんかそう熱がありますとかさ、うんうん、骨折してますとかっていうさ、うんうん、病気とかじゃなくて、そういうところがまだまだ認められてないというか、認められてないし言いづらいっていうのもあるし、うんうん、いつになったら妊娠するのっていう感じじゃん、向こうとしては。だから言いづらいっていうのもあるし、そういうので、まあ辛い思いしてる人もいるし、うん、なんか仕事も仕事で頑張りたいけどっていうところですね。でそれで結構辞めちゃう人も多くて、会社を仕事をね、うん、辞めて。でもよく聞くかもしれない、妊活始めました、うん、でタレントさんとかもね一回休止して、そう休業してやったりする。それでうまくいく人もいれば、うん、結局そのお金はすごいかかるわけですよ、不妊治療って。お金かかるのに、お金を自分が稼ぐあてが旦那さんしかなくなっちゃったから、収入が減っちゃうのにお金は出ていくってことでストレスが増えちゃったりとか、あと仕事辞めてちょっとまあ時間もできたことでいいことなんだけど、その分自分と向き合いすぎちゃうっていうのかな、不妊治療中の自分と向き合いすぎちゃって、うん、しかもなんか仕事してた時間もなくなったら、自分一人で例えば家とかにいたら不安というか、そう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 、不安だし気が紛れないっていうのかな、そういうのもあるから、それでやっぱストレスが溜まっちゃうって人もいるし、うん、そこら辺は賛否両論っていう感じかな、うん、もうそういう時は楽しいこと しようって考えるしかないんですか、なんか趣味趣味というかさ、資格取る、ね、何するね。レナさん休みました、仕事は。ってか私は自営業なので、うん、結構自由が利くから、うん、まあ普通に仕事している最中に、うん、そのクリニック行って仕事量は減らしましたか。したかな。そう、ちょっとやっぱストレスがたまらないようには気をつけてたから、うん、あんまり増えすぎないようにとかはしてたけど、うんうん、最近の話題だと、うんうん、ハーチューさんが妊娠されたということで、はい、おめでとうございますという感じなんですけども、うんうん、なんか私はすごい妊活始めて結構早く、うん、そうそう早かった ねすごいおめでたい、うんうん、ツイッターとか見てても、うん、ちょっとマイナスなというかコメントが書かれているという話を聞いてるんですけど、うん、それは妊活をしている方からしたら、うんうんうん、やっぱちょっと早かったよってことですか。いや早かったっていうよりも早いことはすごく早くておめでとうってか、うん、早くておめでとうってか、本当に妊娠してきたことに関してはおめでとうございますって思うんだけど、多分妊活してる人からしたら、うん、その程度で妊活を語るなって思うかもしれない。例えばだけど、ハーチューさんって結構自分をコンテンツ化して発信したり本を書籍化したりとかするでしょう。でハーチューさんの場合は、まあ、あの本当に妊活してたのが本当に 3,4 ヶ月とかよ、ちょっと分かんないけど数ヶ月で、まあ、自然妊娠されて、でそれで、まあ、もしそこでなんか妊活はああだこうだっていうことをもし発信してるんだとしたら、多分本当に体外受精とかして結構流産とかも繰り返してしまってるような、うん、本当に辛い思いしてる人からしたら、うん、いやそれぐらいでちょっと妊活って大変でしたとか言わないでほしいとか、そういうのもそういう部分でねあるし、多分一番の問題は、うん、まあ、みんなも言ってる通り妊娠が分かってるのに
妊活大変ですとか妊娠できなくて辛いですって言ってたところが問題なんじゃないのかなと思って、うん、そういうこと結構言ってたんですか。ただね、妊娠できない本人は妊娠してなかったって、その時期には妊娠してなかったって言ってて、から妊活について言ってたっていうことだけど、やっぱり計算すると、うん、今年の秋に生まれるってことは9月か10月ぐらいでしょ、うん、妊娠期間って、まあ、妊娠してから、まあ、9ヶ月10ヶ月とかあったりとかすると思うんだけど、ってことは今年の11月とか12月、去年の12月ぐらいには妊娠が分かっていたかもしれなくて、多分でもその頃にはもうブログの方で、その頃に妊活ブログをスタートしてるから、もしかしたら妊活が妊娠が分かる前に妊活ブログを書こうっていう企画はしていたと思う。だけど妊活ブログ書き始めた直後に妊娠が分かったけど、あ、これどうしようかなって思いつつも、多分過去の振り返る形で妊娠できなくて大変だみたいなことを書いていたけど、実はそれ書いてる時には妊娠してたんだけど、本人からしたら過去を振り返るブログだったから問題ないでしょって思うけど、うう妊活している人たちからしたら、ハチューさんって今妊活してて妊娠できなくて辛いんだ、じゃあ私も頑張ろうって思っていたかもしれない、だけどね、妊娠初期って本当に不安定で、流産、いつ流産してもおかしくないような状態だから、周りに言えないんだよね、うん、って聞きますよね。やっぱり安定期に入るまでは本当に身近な人にしか伝えられないって聞くから、多分逆にそこでね、もうすぐできて速攻できましたって宣言するっていうのは、それはそれで、そう言えなかったんじゃない、本当は言いたかったけど、今日陽性反応出ましたとか言って、もし何かあった時にやっぱ叩かれたりとかして傷つくのが怖かったとか、そういうのもあるから言えなかったんじゃないのかなって思うんだけど、もしねできるんだとしたら、安定期入ってから妊活ブログを書けばよかったんじゃないのかなって。妊娠したけど、うん、私の妊活はこんな感じでした、こうやってっていう、うん、そうか、まあでも私の中ではきっとハーチューさんってとても仕事が早いというか、うん、だから本当に自分のいろんな私生活も全てコンテンツ化してるから、うん、もう本当記事とかも多分もうバンバン書いてて、ね、それをもう出すタイミングだけをなんかある程度日にち決めて、うん、この時に出すって、私はそうやるぐらい、あの方はすごくなんていうのかな、仕事が早い、うん、からだからまあそのタイミングになったのと、うん、でさらにやっぱりさっき言ってたみたいに、きっとすぐにね言うとどうなるかわからないっていうところがあったから、もう一旦待ったになって、ブログがないのはないので、逆にどうしたのってなっちゃうから、もうずっとこう自分の中で書いてたものをしっかりと順序よくじゃないけどやった結果、まあおめでたく妊娠してっていうのがもうかぶったのかなと思いますけど、秘密にして妊活中なんですって言いつつ、実はお腹に子供がいましたっていう、そっかそっかそっか、のが裏切られたっていう、思っちゃったってことですね。そうね、他のことに例えたりするなら、なんかデキレースとかね、みんなで、もう勝つの分かってるけど、頑張ろうねって言ってね、そう、オーディション一斉に受けて、頑張ろうねとか言って、もう決まってたよって、決まってたよって、でもね、すごいね、妊娠はおめでたいことだし、なんか妊婦さんだからさ、あんまり刺激はね、そうですね、しない方がいいのかなって、今からね、